後ろからハメるボールができました。はい、では今日は表のパーツを作っていきます。まず大きい雪の結晶に小さい接続の丸カンを通して、クリスタルのついた接続パーツも一緒に通してしっかりと閉じます。こんな感じ。次に今度はまた丸カンを接続のクリスタルに通して、同じ丸カンにピアスのパーツも通してしっかり閉じます。チャイムがなくならないように閉じましょうね。それであっという間に表のピアスのパーツが出来上がりました。それでは最後に前回作ったキャッチを通してと。できました。2つ。わあ、すごいキラキラなんだよ。ほら、2つ1個できました。すごい綺麗、かわいい、キラキラ。はい、というわけで早速つけてみたいと思います。つけてみました。こんな感じで今日はできました。簡単にしようと思ったらまた難しくなっちゃったんですけど、まあでもちょっとぐらい難しい方がやりがいがあっていいかなっていう感じで。最後にアレンジ、雪の結晶をミッキーのパーツに変えても可愛いね。あとはリボンと接続じゃないタイプのクリスタルにしても可愛いと思います。ぜひやってみてね。もしよかったら見た方コメントをぜひしていただければと思います。あとこんなの作ってほしいとか要望もあればぜひ答えていきたいと思いますので、また見てください。以上、イモクチューブのミサでした。また次回の動画でお会いしましょう。